今日もあなたのために焼いたのよ、バナナケーキ。アンディ、どうしてこんなに早く行ってしまったの？まあ平和なのはいいことだけどな。来た！はい、どうぞ。失礼します。レイトン探偵社へようこそ。どんな大事件のご依頼ですか？勝手に大事件って決めつけるんじゃない。実は夫の死体が。死体ってことは殺人事件ですか？いえ、実は夫の死体が蘇ったのです。死体が蘇った？そう！来た！どんな謎もすべて解明。それが我がレイトン探偵社のモットーです。そして今日も何とも不思議な案件が舞い込んできたようです。私の夫アンディは数週間前に亡くなりました。その夫が昨日の夜うちの寝室に現れたのです。それって見間違いとかではないんですか？間違いなくその場にいたんです。普通に窓も開けていきましたし、見た目もお墓の中から出てきたようなボロボロな感じで。それ完璧にゾンビですよ。ありがとうございます。どういう感謝だよ。すみません、失礼しました。ついこの奇妙な大事件にワクワクしちゃいまして。はあ、蘇る死体、ゾンビの謎、その依頼、この私カトリーエール・レイトンが引き受けましょう。このバナナパウンドケーキ本当に美味しいですね。ありがとうございます。主人の大好物でもあったんです。ご主人のアンディさんってどんな方だったんですか？そこに写っているのが主人です。この方が。失礼ですけど、生きてる時からゾンビみたいな感じですね。本当に失礼だな、おい。仕事に没頭していつも疲れた顔していて。そもそもアンディさんが亡くなられた理由というのは？アンディはウェンブリー製作所という会社の研究チームに所属していて、実験中に不慮の事故に巻き込まれたんです。アンディだけでなく同じ研究チームのメンバー6人が同時に命を落としました。大事故ですね。それってどんな？事故についての詳しい話はこちらから聞いても教えてもらえませんでした。そんな。わかった。え、もうですか？アンディさんの研究チームは優秀で、政府からの依頼で秘密裏にゾンビウイルスの研究をさせられていたんです。しかし実験中ゾンビウイルスが制御しきれなくなって研究者全員がゾンビになってしまった。政府がそれを隠蔽するために事故で死んだことにしてるとか。ああ、僕ゾンビ映画好きでよく見るんですけど、そのパターンよくありますよ。現実ではありえねえよ、そんな話。いえ、ア
ンディが研究していたのは車などのエンジンでした。それもねじ曲げられた真実かもしれません。おお、そこも疑うのかよ。その時の死亡診断書もあります。これは本物ですね。これも政府が偽造したものかも。何でもゾンビに結びつけるな。ちなみにアンディさんのゾンビが現れた場所というのは？こちらの寝室になります。私が部屋に入った時、アンディはあちらのベッドの脇で枕を持って座っていました。私が寝室に来たのに気づくと、なるほど、枕を持って窓から出て行ったと。でも無事でよかったですね。え？映画とかだとゾンビって人を食べるために襲ってきますからね。本能的に愛する奥さんを襲っちゃいけないって思ったんでしょうね。でも私、アンディが亡くなる直前によく夫婦喧嘩を。何が原因ですか？あの人が仕事人間すぎたんです。毎晩深夜まで働いていて、疲れた時にはタコがいいって言うから今日はタコ尽くしよ。今度はいつお休み取れそう？久しぶりに二人で旅行でも。食事中も考えてるのは仕事のことばかり。思いつくとところ構わずメモを取るんです。おお、これはすぐに仲間たちに知らせなくては。いい加減にしてよ。私と仕事どっちが大事なの？それ言われると男は辛いぞ。あんなこと言うんじゃなかった。すぐ死んじゃうなんて思ってなかったから。リブさんは悪くないですよ。なるほど。ところでこれもアンディさんが書いたものですか？ええ、車のエンジンの研究をされていたんですよね。はい。これは何ですか？何でしょう。もともと寝室にあったものではないと思います。これゾンビパウダーかも。なんだよゾンビパウダーって。僕が大好きなギルモント監督の初期作ゾンビ母校に帰るでは、一度死んだ死体に粉を振りかけることでゾンビになってよみがえるという描写が出てきます。その死体をゾンビ化する粉というのがゾンビパウダーです。これもゾンビパウダーの可能性があるってこと？ノア君、ちょっと触ってみて。ゾンビになったらどうするんですか？それはそれで面白いでしょう。面白くありません。ゾンビになってしまう。全然大丈夫だけど。あ、本当だ。この粉なんかいい匂いがしますね。ん？あれ？この匂いって匂いをたどっていけばゾンビのアンディさんのいる場所にたどり着けるかもしれません。確かに。本当ですか？奥さん、ご安心ください。私が必ずこの依頼解決してみせます。はい、お願いします。あっ、マシ。わかるってよ。やった。シャーロもあのくらい鼻が効くといいのにね。しょうがないだろう。俺の嗅覚は犬の100万分の1、つまり人並みなんだから。探偵事務所にいる犬なのに使えない。悪かったな。バッバッバッ。ここで匂いが消えてるってよ。ここって墓地ってことは本当に墓地から死体が蘇ったのか。なんじゃうるさいの。ゾンビがしゃべった。しゃべる犬が何驚いてるの。その人は普通のおじいちゃんよ。でも歩き方が酔っ払ってるだけ。お酒と匂いですぐわかるでしょう。なんじゃお主ら、ゾンビを見に来たのか。え、ゾンビ見たことあるんですか。のう、夜遅くなると奥の方から出てきて毎晩のようにうろうろと徘徊してんだよ。それって酔っ払ってみた幻覚じゃないんですか。わしは昼間酔っ払っとるが夜は幸せじゃ。それ逆にした方がいいだろう。それっていつ頃からですか。
最初に現れたのは2週間くらい前かな。近所の肉屋の匂いにつられて現れたらしい。なるほど。おじいさんの話が本当ならゾンビがいるってことになりますね。試しにお墓を掘り返してみる？それはさすがに罰当たりだろ。ん？いいこと考えた。何ですか？はい、どうぞ。これはゾンビが現れる瞬間を撮影してほしいの。泊まり込みで。こんなお墓に一人ぼっちですか？ゾンビ好きなんでしょ？襲われたらどうするんですか？そういう時はこれです。追い払うのよ。ニンニクに弱いのはドラキュラです。なんでこんなことに。ゾンビ！写真を撮らないと。あ！大丈夫かね。何が？ゾンビってのは噛まれたり引っかかれたりするだけでゾンビウイルスに感染してゾンビになっちまうって。探偵の助手がゾンビか。それ斬新で依頼増えるかも。そんな探偵者誰も来ねえよ。ノアなのか。本当にゾンビになっちまったのか。ありゃ出たんですよ。アンディさんだけじゃなく数体のゾンビが。そう、出てくる瞬間何か変わったことは起きなかった？出てくる瞬間ですか？あ、確かギーバタンという戸を開くような音がして、その後 5,6 体のゾンビが襲ってきたんです。なるほど。で、写真は撮れたのか？それどころじゃないですよ。ゾンビに手足をつかまれて命からがら逃げてきたんですから。よくそんな状態から逃げられたわね。すごい力で足をつかまれたので思わず大声で叫んだら一瞬ゾンビの力が緩んだので、その隙に全力で逃げましたよ。大声にひるんだのか。カトリさん、どうしたんですか？すべての謎は解明されました。え、このタイミングで？今回の事件はバーナーで表面をパリッパリに熱したクレームブリュレのような味わいでした。相変わらず意味が分からん。ということで早速墓地に行きましょう。墓地に行ってどうするんですか？何って、ゾンビ退治に決まってるでしょ。あ、ゾンビ退治？それじゃあ出発。おい、待て。皆さん、カトリーさんは蘇る死体の謎を解き、ゾンビを退治すると言っています。皆さんはこの謎、お分かりになりましたか？ポイントはこれです。このヒントでカトリーさんはどうやって謎を解いたのでしょうね。さあ、この後は解決編です。ゾンビ退治、本気でやるつもりなんだな。ええ、これでやっつけるの。そんなんで対抗できる相手じゃないですよ。見てください、ゾンビです。待ってましたよ皆さん。無茶ですよ。全然大丈夫だって、あのゾンビたちの正体は夢を追いかけている人間たちなのだから。それゾンビに水が効くなんて聞いたことないぞ。でも相当嫌がってますよ。これはどういうことなんだ。アンディさん、聞いてください。私、探偵のカトリー・エール・レイトンと申します。奥様のリブさんから依頼を受けて、あなたがゾンビになった謎を解きに来たんです。リブが喋った。みんな顔色が良くなってる。顔が白かったのはただのお化粧だもん。だから粉からいい匂いが。でもなんでそんなメイクしてゾンビなんかに。それはロケット打ち上げという夢を叶えるためですよね。そこまで分かっているなら隠してもしょうがないですね。はい、探偵さんのおっしゃる通りです。当たってるのかよ。
どういうことなんだ。それでは説明しましょう。ゾンビになってでも成し遂げたい熱き男たちの大いなる野望は、今ここにいるゾンビたちはもともとアンディさんと一緒にロケットの研究をしていたチームでした。ロケット打ち上げなんて前代未聞の研究、成功させるには相当な労力が必要です。研究者の皆さんは休みもなく毎日深夜まで研究に没頭していました。しかしその結果、皆さんと家族との間に大きな溝ができてしまった。ええ、その通りです。どうしたんですか、アンディさん。また妻と喧嘩だよ。ああ、うちもしばらく口聞いてもらえません。うちなんか、あんたなんか死んじまえって言われましたよ。俺たちの研究のせいで家族が不幸になっていく。でも死んだ気になって没頭しないとロケット打ち上げは成し遂げられない、一度本当に死んでみようか。え？家族に迷惑をかけず研究に没頭する方法がこれしか思いつかなかった。不慮の事故で死んだことにして、知り合いの医者に偽の死亡診断書を作成してもらったんです。そしてあなた方は誰にも見つからないように人気のない墓地に研究所を作った。あんなところに隠し扉が。僕が聞いたのと同じ音です。さあ地下施設に向かいましょう。墓地の下にこんな施設が。この中でロケットの研究を再開したんですよね。でもだからってゾンビの振りまですることなかったんじゃ。研究に没頭していたとしても食料や水を調達するためには外に出なきゃいけないでしょ。おー、いらっしゃい。何にしましょう。あれ、あんたアンディさんだよな。あ、いや。何言ってるんだい。アンディさんはちょっと前に亡くなっただろ。いや、だってそこに、あれ、今そこにいたのに、どこに行ったんだ。何かの見間違いでしょ。嘘じゃねえって。でも待てよ、顔色も悪かったし、フラフラしてたし、もしかしたらゾンビかもしれねえな。ゾンビ？ゾンビに間違われてしまったため、それ以来外出するときにはゾンビのふりをするという決まりを作ったんですよね。その通りです。あ、アンディさんが家にゾンビの姿で現れたのは。それはどうしても必要なものを家に取りに行ったんですよね。ええ、家で使っていたお気に入りの枕がないと眠りが浅くて。しかし夢を追いかけるためにここまでやるなんてな。現実はいつも稀有なものなのです。あの探偵さん、できればこのことは誰にも話さないでもらえませんか。もちろん妻や家族にも。残念ながらもう手遅れです。リブ、話は全部聞いていたわ。すまないリブ、君に迷惑をかけたくない一心で。迷惑って何よ。え？私が何に対して怒ってるか分かる。僕が死んだと嘘をついたことかい。それもそうだけど、やっぱりアンディは私より仕事の方が大事なの。それは誤解です、リブさん。アンディはあなたとの約束を守るために。まだ言うな。しかし。どういうこと。いや、教えて。君は忘れてるかもしれないが。ねえねえリブ、僕ね、大きくなったらリブをお嫁さんにする。え、結婚するの私たち。うん、結婚してくれたら僕がリブの夢叶えてあげる。リブの行きたい場所どこにだって連れてってあげるよ。どこに行きたい。じゃあ、あそこ。え、月に行ってアンディと地球を見てみたい。わかった。じゃあ約束、ロケットを作ってリブをあそこへ連れて行くね。うん。子供の頃のバカな夢なのかもしれない。でも僕はどうしても君の願いを叶えたい。それが僕の生きがいでもあるのだから。私にこんな寂しい思いさせて何が生きがいよ、バカ。リブ、ごめん。本当にごめん。
生きててよかった。リブ。お疲れ様です。ノア君、今日はいつもより遅いわね。大学の帰りにアンディさんのロケットの施設を見学してきたんですよ。ロケット完成しそう？すると思いますよ。人数も増えましたし。どんどん食べてね。あの人たちは？ここにいる研究者たちの奥さんです。実はみんなもあれから家に戻って奥さんたちにロケットのことを話したんです。そしたら皆さん手伝いをしたいって言ってくれて。よかったじゃねえか。そうなんですけど、実は。で、今まででどのくらい完成してるの？ああ、見せてあげるよ。じゃーん！これだけ？あれは？あれは失敗作さ。ガラクタなんだけど処分できなくてね。まあ、失敗は成功のもとって言うし、今しめにちょうどいい。遅い！もっと死ぬ気でロケット作りなさい！ご飯食べたら急ピッチで働くのよ！それはそれで大変そうだな。でも早くロケット完成させてほしいな。そしたらレイトン探偵社の月面支部を作って月で起こった宇宙的連続殺人事件を華麗に解決しちゃうの。無理に決まってるだろう。答えが見つからない不安で諦めそうになったけど、あなたがそうしたのポイントでもあるシルクハットを紹介するわね。トップハットとも言って、もともとはビーバーの毛皮を使ってたんだけど、そのうちビーバーが貴重になってしまったためにシルクが使われるようになったそうよ。どんな強固な警備も簡単に破ってしまう世紀の大怪盗セーヌ、あなたは一体誰なの？次回、レイトンミステリー探偵社カトリエールと世紀の大怪盗。現実はいつも稀有なものなのです。